デザイナーの谷川和奈です。チーム内では主にビジュアルデザインを担当しています。主な業務は、自社サービスのウェブサイトの更新、あとは、バナーや販促物などのビジュアルデザイン、たまに新しいウェブサイトを立ち上げたりとかもあります。まずはリーダーとブレストし事例を調べたりします。その後伝えるべき内容などを整理し設計を行います。ビジュアルであれば手書きのラフイメージを作成し Photoshop、イラストレーターでデータ化します。ウェブサイトであれば XD などのソフトでワイヤーフレームを引きそれからビジュアルデザインを行いコーダーにバトンタッチして進めています。やっぱりデザイナーじゃなくても作れるようなものを作らないことを大事にしています。アイデアや作ったものを俯瞰してこう見て自分でこれは大丈夫かなっていうふうに気をつけています。日頃から街や電車の中の広告を見てどこがいいのかなって分析したりなるべく外に出てアクティブに動くようにしています。いいデザインを集めてこうインスピレーションを受けることも続けてます。 Pinterest などのツールがあるので今は便利ですね。スマレジ副業が認められているのでスキルとか経験だとか人脈を広げるためにこう社外でもデザインやイラスト依頼があれば引き受けてます。マーケティングのことなど会社の経営目線に一歩近づいて売り上げに貢献できる、そして一緒に仕事をしていて楽しいと思ってもらえるデザイナーを目指しています。スマレジでは無理な納期や修正に追われて戦略や目的を見失うようなことがないのでじっくり取り組めていいです。スマレジではマネージャーに昇格する以外にも個人技能を伸ばしてスペシャリストを目指していける評価制度があります。私はスペシャリストとしてキャリアアップをしていきたいと思っています。ロジカルな思考のデザインができることです。論理性だとか客観性を持ってこうデザインの要件や意図が説明できることだと思います。そうですね、代弁して届ける人を相手に届けることができないと意味がないと思ってます。